それでは、コンデンサーのですね、問い算に <laughs> 関連した問題で、こういう問題でですね、えー、この合成静電容量と C1 と C2 にですね、蓄えられる電化量が等しいということを証明しています。でまずあの、<laughs> C1 ですね、<laughs> C1 に、えー、蓄えられるですね、 えー、電荷ですね。これを Q1 ですね。で、これは、えー、っと、問いで計算しましたけど、120マイクロクーロンでした。それから C2 にですね、えー、蓄えられる、えー、電荷ですね。えー、これもですね、 Q2 も120マイクロクーロンでしたですね。で、今、ちょっとこの、ここのところですね、えー、お大きくですね、えー、書いてみます。こっちが C1 で、こっちが C2 としますね。こっちがプラスの120マイクロクーロンですね。こっちはマイナスの120マイクロクーロンですね。で、ここもですね、 プラスの120マイクロクーロンで、こっちが120マイクロクーロンですね。そうすると、ここですね。ここを一緒にしますと、これが、こういうふうにですね、C になる、ね。あの、合成で、えー、C0 に回しましょうかね。ほんなら、ここがこっちに来ますよね。で、ここがこうですね。ここはですね、合計したら0になりますんで。 だから、えー、C1 と C2 のですね、えー、静電の直列の合成容量を C0 とした場合、えー、蓄えられるですね、えー、Q はですね、えー、Q1 イコール Q2 と。ここが、あの、打ち消しじなくなりますんでね。そうすると、ここがプラス120マイクロクーロン。こっちがマイナス120マイクロクーロンになりますから、同じものが、 これと同じものが蓄えられるよと、こういうことになります。